どうもドラちゃんです。今回は、夫婦の仮面、という仮面みたいな仮面を、ゲットします。前回私の発言は、すべて字幕をつけてみましたが編集に、4時間50分かかったので、今回から字幕を、つけないでやっていきたいと思います。どうかご理解ください。まず最初に恒例の消耗品の、回収カットします。よし大体こんなもんか。消耗品回収は今回は、あまり必要ありませんです。でも、時間を潰すために回収しました。今回のダンジョンとも言える場所は、鍋釜亭という宿屋です。ここでポストの坊やが来るのを、待ちます。こらこら女性を下から覗くのは、失礼だぞ。何写真撮ってるの？彼女はアイドルではありません。アイドルではなくても撮ってやる。いいよ、いいよ、その笑顔。なんてやってる間にポストの、坊やが来ました。写真を撮りたいけど邪魔したら怒られそう。矛盾してる。言ってしまったら仮面を、つけて話しましょう。11時30分ですね、わかりました。そして、お昼過ぎに話しかけるとこうなる。もし、お昼前に話しかけても鍵を、もらえないだけなので別に取らなくてもいいんだよ。それじゃあ、行ってみるか。どんな部屋か楽しみ。ワクワクさんだよ。まったくもう、3つあるうちの真ん中の、部屋1棟の部屋です。何これ？1棟の部屋ではなかったの？オンボロ宿にも程があるだろ。では時間まで待ちます。あのお嬢さんが間違ってくれた鍵は、このおじさんの鍵だったのです。では、時間までこの顔見てますか。時計を見たらまだ午後の6時、寝るの早すぎ。ゴロンは睡眠名なんでしょうか。まあ、どうでもいいや。時間まで待ちます。そろそろ行くか。11時45分に、部屋を出る。45分もかかった。歩くスピード遅すぎ。あと、来る途中に便所があった。しかし、扉がなかった。しかも、和式。なぜ扉をつけないの？おかしいでしょ？この宿、訴えられるよ。会話をスキップしたのは、ストーリーのネタバレになるから、詳しく知りたい人は、64のカセットを買うか、Wii の、バーチャルコンソールを、受信するかです。私は、両方持ってます。朝になったら、手紙をポストに入れる。簡単なことだよ。それと、どこのポストに入れても、いいんだよ。グリーンだよ。ここにいることが、とても重要。ここでかなりの時間待ちます。2倍速にしたのは、私がどれだけ待ったかを意味するものです。カットすると、私の苦労が激減するからです。待ってる間に、眠らないようにね。私、ドラちゃんは、何回か頭が、カクッとなりました。それだけ、待ったんです。皆さんにもこの、眠気を分けてあげたい。しばらく黙ります。なるべく、皆さんも、見ててね。動画の、タイムバー、を動かしちゃいやよ。
かなり待った。眠い。なんで、動画、タイムバー、動かしたの？ドラちゃんは、動かさないでね。って言ったよ。なんで、なんで、な、ん、って。痛い、ドラジローから叩かれた。私が悪うござんした。文句を言ってごめんね。中に入って待っときましょう。あ、ドラジロー、と、私は、別人です。ここは間違えないでね。やっと来やがった。手紙をもらってきたのかな？話しかけてみよう。ここでもらった。ペンダントを、あのアイドルに渡しに行くか。待ってろよ。さて、渡すか。何？今の驚き。面白いもう一度。どう？あとは、奴が来るところまで行くだけ。最後の夜です。奴が来てるので、物陰に隠れながら、待ちます。もし、見つかったら、二度と現れないので、最初からやり直しです。それと、同時進行で、他の、仮面を、入手できましたが、時間の都合上、やってません。そのうちやります。奴というのは、以前、爆弾屋、のババア、から、荷物を盗もうとして、失敗した奴です。そんなところに、扉が、一応、攻略していくので、倍速に走ません。とくとご覧あれ。外に出ると、どんなに早くやっても、最後のタイムを刻み始めます。急いで、アイドル、の元へ行きます。あの、男の子が来るのを待ちます。確か、時間ギリギリだった気がする。気長に待ちましょう。入手、する仮面は、こんな感じです。な、なんで？なんでフリーズ？ここまで来てか？よく見ると、猫が、テレビの後ろで何かやっている。そいつの仕業？